はい、視聴者の皆さん、今からですね、私はクイズやります。クイズです。私が問題出しますから、皆さん考えてみてくださいね。はい、第1問。どちらが白根さんでしょう。はい、シンキングタイムつっても、まあ、一発で分かる人は分かるし、分かんない人は分かんないと思うんで、即座に解説を始めますが、これね、正解は、この右側ですね、白い方。この白いやつが白根さんです。白根さんというのは日本にいくつかありまして、私の知ってる限り2つありますけど、栃木県に日光白根、それから群馬県に草津白根とあって、草津白根はまあ長野県よりというところですね。で、草津白根さんの上のところにですね、こんなこうくぼんだところがありまして、でそこがこう独特の白い色のたまった湖になってるんですが、ペーハードがすごい、低いそうですね。日本の天然に存在する水溶液の中でもかなり低い部類であると。でこの中にもし10円玉だの釘だのなんだの突っ込めば、なんか一瞬でとは言いませんが、すごい短い時間でなくなってしまうほど酸性度の強いところなんだそうです。で、その、草津白根さんはですね、この右側でして、草津温泉のあたりから登っていくことができるところ。ただ、2017年の終わり頃に噴火もしましたよね。で、確か何名か亡くなったということもあったと思います。自衛隊の方が巻き込まれてしまってね。で、それから、今でも草津の、その辺の火山活動の関係で白根山には登れない時もあるそうなんですけども、まあ、行かれる時はね、このような地獄のようなすごい景色を見ることができる。もう草も生えてませんよね。多分硫化水素とかの関係で火山ガスがあるから、だから植物が生息できないんだと思われますという草津白根さんで、反対側は引っ掛けです。これはですね、また後ほど紹介しようかと思います。引き続きまして、お、なんか赤ランプが点灯してるな。電池がないのかもしれんわ。次の問題、はい、ここはどこでしょう。これ分かりますか。ちょっと画像をね、拡大してみましょうね。そうしますと、なんか見えるね、これ牛乳のこのケースが見える。これなんかこう見覚えのあるマークだなと私なんか思うんですけど、他にこれを拡大すると、お、これは駅に市場一番名物元祖かつイカ釣り体験と書いてあります。これ見ればね、分かりますけども、これは北海道函館市函館駅前の函館朝市です。奥に朝市食堂2番館こちらからどうぞと書いてありますけどね。で、これはですね、解説を作りました。まあ本当は全部の問題で今後こういう解説式でやろうと思ってるんですけども、ちゃんとできたな。解説。昭和20年に函館駅前で野菜を売り始めたのが発祥とされる。当時は闇市として扱われていたが、昭和30年代には規模が大きくなったため、現在の函館駅横にて正式に営業を開始した。スーツチャンネルの動画で紹介されることはまだ一度もないはず。脇を通ったことあるんですけど、まあ、こんな感じでね、皆さんにもこういう問題を作ってもらって、そして一緒に遊べたら楽しいなというふうに思っております。新型コロナウイルスの関係でもう完全に遠方へ出かけるということはできなくなりましたんで、まあ、せめてね、みんなと一緒になんか出かけてるような気分になれるものを作ろうと考えまして、まあ、視聴者の作ってくる、まあ、今回は私が今自分で問題作って自分で皆さんに紹介してるんですけど、そうではなく視聴者の皆さんからもらったですね、問題と解説を私がそれに挑戦して、で皆さんの解説を読んだ末の感想とか、それから私なりに、これはこういうものなんですよねとか追加の説明とかをするということがね、したら面白いんじゃないかと思っておりまして、今後視聴者参加型のクイズというものをやることを今検討しております。で、今回はそれについての、まあ、簡単に言えば説明会ということになっておりますけどね。ここはどこでしょうという問題だったんで、回答は函館市ということで、まあ、言ったんですが、別に函館朝市でも何でもいいと思います。で、まあ、他に私が考えた問題としてですね、例えば東京駅から秋田駅の移動は新幹線と飛行機のどちらが早いでしょう。詳しい設定もね、書いておかないと問題が難しくなりますんで、東京から羽田まではモノレール利用で、30分前に、保安検査場を通過するものとする。だからちょっと早めに空港に着けってことですよね。で、東京モノレールで行く所要時間で考える。そうじゃないと羽田空港までタクシー行った方が早いってことになりますか。まあこれね、実は30分前に羽田に着くってことを考えれば、大体の場合飛行機の方が早いんですよね。秋田に行った、実は東京秋田間って新幹線より飛行機の方が急げば早いんですが、ただ新幹線の方が本数が多いという利点もあります。まあそんな感じですね。まあこれも回答を本当は作った方がいいんですけど、まあ他には、例えば新日本三景を3つ答えろ、これ分かりますか。私よく分かんない。大沼公園と、あとなんだっけ、他に2つありましたね、新日本三景。すごいどれもいい景色なんですけど、あと矢場系とね、もう1個日本三景って宮島と松島とそれから天の橋立ってありますけど、新日本三景が大沼公園、矢場系、あともう1個なんだっけな、忘れちゃった。行ったことあったと思ったんですけどね、ダメだ、思い出せないということですが、まあそういう素晴らしい景色のこうですみたいな解説とかですね、その新日本三景はこういう発祥で作られましたとか、皆さんから説明があると面白いかなと思います。他にはですね、東京からここまで最も早い手段で行く場合の乗り換え回数は次のうちどれか、ただしタクシー、ヘリコプター、レンタカー等は使わないということなんですが、
これはですね、先ほど引っ掛け問題 の反対側に出てました白根山じゃないやつですけども、これは山形県と宮城県の県境にあります蔵王山です。有名な山でね、新幹線からも見える立派な山ですけども、ここまでこの山頂のところにあるオカマというエメラルドグリーンの、湖があるわけですが、ここまでどれぐらいで行けるのかという話です。で、1回2回3回4回これなんかね、何回も何回もいろんな山頂ですから乗り換えていかないと東京駅からなんてたどり着けないんじゃないかという気がします。例えば、東京から富士山の山頂まで行こうと思ったらですね、中央線に乗って、新宿まで行った後、一番早く行くんだったら新宿まで行った後、特急に乗り換えて大月まで行って富士急に乗り換えて、5合目行きのバスに乗り換えてそこから歩くわけですから、少なくとも乗り物の乗り換えは4回いるというわけですね。ところがですね、この蔵王山の山頂については新幹線の白石蔵王という駅から直行のバスが出ておりまして、東京駅から新幹線白石蔵王駅まで行ってそこから乗り換えてバスで、2時間1時間ぐらいだったかな、行けばすぐ着いちゃうと、実は意外とね便利のいいところでもあります。冬は樹氷が有名なところですね。で、これは回答が書いてありますけども、回答 A の1回、写真の場所は蔵王山、蔵王勝田山山頂で、通称オカマと呼ばれています。東京から東北新幹線やめこ号にて2時間、白石蔵王駅下車、そこからバスに乗り換えて約1時間で到着です。冬は山頂に行くことができませんが、代わりに樹氷ができて大勢の観光客を集めます。これも全部私が考えて、蔵王山も私何回も行こうと思ってまだ行けたことはないんですが、そういうふうに解説を作るということで、面白いと思ってもらえたらですね、いいなと思うんですが、そろそろちゃんとした説明に入ろうと思います。皆さんにはですね、この回答と解説、問題と回答解説を、それぞれ画像のファイルでですね、一つずつ作ってもらって、それを私のメールアドレス宛てに、お送りいただければなというふうに思ってます。で、メールアドレスはこの動画の概要欄、コメント欄などに、表記しておきますけども、まずこの具体的な説明一つ目、件名ですが、私にメールを送るときに、タイトルを設定しますけども、冒頭にですね、クイズというふうに書いていただくと大変やりやすいですね。そうすると、これクイズの問題なんだって分かって仕分けが楽になりますので、ぜひこれはクイズというふうに、入力してください。で、それから、次、問題と解説を今言いましたように画像で制作してください。これはですね、こちら側の都合なんですけど、こっちの都合って申し訳ないんですが、ここにこう表示すると、皆さんに作っていただいた問題とかね、それからその解説とかをここにバッと表示するということをしますんで、そういう画像の方がすごく作業が楽になりますので、申し訳ないんですが、それとあとこちら側でですね、問題とかをこうやるときの関係からも画像の状態にして作っていただきたいと思います。簡単に言えばですね、作り方多分ご存知の方が多いかなと思うんですが、パソコンのやり方だけお話ししますけども、ちょっと携帯電話のやり方は私うまくわからないんで、ペイントというやつを使って、こう白いところに文字を入力すると、で、あとは画像はですね、ファイルから貼り付けっていうやつがあるんで、それをメニューの上から選んで、ファイルから貼り付けっていうやつを押して、そこにこう画像も入れて大きさ調整したりすれば、割と簡単に問題作ることは難しくないかなと思います。多分早ければ3分とかでできちゃうと思いますね。で、その2つの画像のファイル、文字だけ打ってるっていうのでもいいです。さっき皆さんにお話ししましたように、回答、解説みたいなね、ただ文字だけ打ってるとか、問題だけでも文字だけでもいいですよ。日本、新日本三景を3つ答えろ、バーン、文字だけでもいいんで、とにかく画像にしてほしいですね。で、その画像の、ファイルの名前をそれぞれ問題と、それから解説というふうにしていただいて、で、2つのそのファイルを添付して送ってください。で、それから、これは補足というかあるんですけど、極端に難しい問題、例えば日光東照宮の陽明門ね、彫刻の数は全部で何個ですかとか言われても、ちょっとわからないと、でわからないし、またそれは視聴者の皆さんからも多分それ難しすぎてわからんわと言って興味を持っていただけないかなと思いますんで、ある程度の程よい難易度がいいかなと思います。私が答えられそうだったら難しい問題でもいいんですけど、私も全然わからないし、視聴者も全くそんな気言われてもちんぷんかんぷんみたいな感じだと、ちょっとクイズ番組として成り立たないところがあるかなと思いますんで、極端に難しい問題はちょっと採用が難しいと思います。ダメっていうことはないんですけど、やっぱり全部をね、多分すごい数を送っていただくことになると思うんで、それ全部私の方から紹介するということはね、ちょっとね、やっぱできませんので、それはやっぱ採用しがたいというお話しさせていきます。で、それからトンチ問題ってことなんですけど、ヘリコプターとか、この間、蔵王さんのやつの動画、さっきの蔵王の山頂のところまで行くのに所要時間一番短いのどれですかって問題作って出してみたんですけど、そしたらですね、
まず、タクシーかなんかで東京ヘリポートまで行って、でヘリポートからタクシーに、あーヘリコプターで直接蔵王山に行くのが一番早いぞみたいな、そういう話があったんですけど、ちょっとそれはちょっとそれを言われちゃうとすいませんっていう感じになるんで、タクシーとかヘリコプターとかそういうものでなんかこう所要時間を短縮するみたいな、そういうちょっとこうなんていうのかな、まあトンチレベルのやつはちょっと下げていただいて、まあ割と標準的なこう感覚で解けるような問題がいいかなと思います。まあといってもどこまでが標準かとかね、どこまでがトンチなのか、何が極端に難しいのかということはちょっと私でも定義しづらいので、それは申し訳ないですが皆さんで、ある程度考えていただいて、また今後私の方でですね、1回目のクイズ大会とかそういうのをやるときに、クイズ番組を出したりするときに、こういうやつが好ましいのかというふうに思っていただければと思います。で、私このクイズは回答と問題見ませんので、視聴者の方から送っていただいたものを私のスタッフが見て、スタッフが選んで、でスーツさんやってくださいって言ってぶっつけで撮影しようと思います。で、最後にネットの画像を使ってそれで問題を作ってもらっても構わないんですけど、著作権に十分注意してください。なんか適当にね、検索して出てきた画像をダウンロードして使ったりすると著作権侵害になって問題が起こりますんで、その点は十分ご注意ください。で、ウィキペディアに出てる画像は原則全部引用可能なんですけど、パブリックドメインと書いてあるやつ以外は、基本ですね、その著作権者への、言及が必要ですということになってるそうです。私もね、ちゃんとそれ昔注意しないでやってたことあったんですけど、画像、ウィキペディアの画像、ウィキペディア表示するじゃないですか。で、画像をクリックして、で、下にダウンロードのボタンあるんで、これを押すと著者への言及が必要ですっていう書き込みがあります。で、それをもう一回クリックしますと、下のところにこう青くなってですね、こう選択をされた文字がいっぱい出てきますんで、それをコピーして、さっきの、皆さんにご覧になりました函館朝市みたいな感じでね、下に誰の作品であるってことをこう分かるように、コピーしておいてくれれば、こちらとしても安心です。逆に皆さんがこう適当にネットから持ってきたものをですね、貼り付けて、それで私にお送りになると無断盗用ということになりますんで、それは著作権侵害になってしまいますから、ね、ちょっとまずいと。まあ、うちのチャンネルでそれ表記、掲載を間違えて、なんかその皆さんが例えばネット上の写真をそのまま持ってきて、それをうちにお送りになるということがあった場合でも、別に私の責任は問われないんですけど、法的にはね。ただちょっとまずいかなと思いますので、その点は、十分注意して書くようにしてください。よろしくお願いします。そのウィキペディアとかその引用が明らかに大丈夫と、もしくはフリー素材として提供されているようなものでなければ、掲載しないということを、強くお願いいたします。それでは、この辺でどうもありがとうございました。あと、もちろん自分で撮影したやつは大丈夫なんで、自分で撮影した写真とかね、いっぱい使ってもらって、地元の観光地のクイズ出してもらうとか、自分の好きな場所の観光地のクイズ出してもらうとか、そういうことを考えております。極端に難しいものはちょっとできませんので、スーツさんならできそうだなと思うレベルでお願いします。じゃあありがとうございました。